孫公の皇后東夫人とはどんな人？暴君孫公に配合されなかった理由とは？孫後の暴君として有名な孫公、そんな彼も後宮に5000人の美女を集めたスケベでした。暴君の皇后といえば、いや暴君でなくても皇后は皇帝の寵愛が失せると殺されたり幽閉されたり、悲惨な末路をたどるものです。ところが孫公の皇后東夫人に関しては、孫公の寵愛が衰えた後も皇后であり続けました。それはどんな理由からだったのでしょうか。呉の名門東院の一族として誕生。東夫人は呉の名門東院の一族として誕生しました。やがて東院は孫鎮との交渉に敗れて続滅されますが、東夫人の父の東牧は東院と疎遠だったので死罪を免れ、辺境に移動させられます。しかし孫鎮が孫休に中殺されると恩赦によって呼び戻され、呉官中郎将に昇進しました。やがて孫家の子だった孫公が宇帝公に報じられると、東牧から娘をめとり妃とします。これが東夫人で、孫休の死後孫公が擁立されると、彼女も自動的に皇后へと上り詰めることになりました。父の孫牧を孫公が嫌う。東夫人が皇后になったことで父の東牧も引き立てられ、光密公に報じられて英将軍となり、六将所持を兼任します。東牧は遠いとはいえ東院の一族なので、重臣たちは孫貴であるとしてすこぶる称えて孫公に還元させました。この頃には東夫人も養殖が衰えており、孫公もわがままになっていて、ますます東夫人を不愉快に思い、配合しようと考えるようになります。しかし孫公は東夫人の配合を決断できませんでした。その理由は、聖母で苦労して孫公を育てた家氏が常に孫公の左右にあり、配合などしてはならないと諭していたからです。また士官も運歴から皇后を変えることはできないとし、孫公はシャーマニズムを信じていたので東夫人を除くことができませんでした。東夫人は自分をかばってくれた家臣に感謝し、常に親孝行を尽くしたそうです。女で一つで孫公を育てた苦労人家臣。東夫人をかばった家臣は孫権の騎兵隊長だった家水の娘でした。ある時孫権が兵営を巡行していると、道端に立つ家臣を見初め、宦官に命じ彼女を三男である孫家に家臣。こうして家臣は孫家との間に孫公を産みました。しかし西暦252年、二宮の変に原因する政争で孫家は大使を廃されて調査に押し込まれ、翌年には孫春と孫露伴の残言で新都郡へ強制移住を命じられた上、途中で自害を命じられ自殺します。多くの妃が孫家の後を追う中で、家臣は踏みとどまり、もし皆が殉死したら誰が子供たちを養うのですかと言い、孫公と孫家の維持を養育しました。孫公は自分を苦労して育ててくれた家臣に頭が上がらず、自分が皇帝に即位すると家臣の一族も外戚として優遇しています。ただ家臣の一族は家臣と違い素行が悪く、外戚の力を利用して私利私欲を貪ったので、人民は家臣を含め一族を恨んだそうです。昭憲皇后と尊号された家臣ですが、大変な苦労をしたので嫁である東夫人に対しても優しく、そのために東夫人は配合を免れたのだと考えられます。父の東牧が左遷され憂い死する。孫公の配合を免れた東夫人ですが、父の東牧は暴君化する孫公の災いを回避できず、土田舎の宗吾郡に左遷。爵位は剥奪されなかったものの、道の途中で将来を悲観し憂い死しました。昭憲皇后は西暦271年頃に死去したようですが、東夫人は彼女の薫陶を受けたせいか、次々に増える孫公の徴費にもひどい仕打ちをすることがなかったようで、孫公の内宮では諸徴費の中で皇后の自負を吐く者が多かったということです。孫家の皇后は嫉妬深い人が多いイメージで、ライバルは問答無用で蹴落としそうですが、孫公の諸徴費が皇后の自負を吹いていたということは、東夫人は人望が厚く慕われた存在だったのかもしれません。東夫人は暴君化して孤立してゆく孫公の傍らにいながらも、その後も配合されることなく、呉の滅亡後は孫公に従い洛陽に移動して天寿を全うしました。ほとんど誰にでも牙を剥いた孫公が、ついには配合しなかっただけでなく、
孫悟が滅んだ後も共に洛陽に赴いたところを見ると、二人の夫婦仲は晩年については悪くなかったような気もしますね。三国志ライター川嘘の独り言。東夫人の幸運は姑である菓子の庇護を受けたことでしょう。でももし東夫人がプライドが高く鼻持ちならない皇后であれば、菓子もそこまで積極的にかばおうとはしなかったのではないかと思います。東夫人も当院が続滅されて命は救われたとはいえ、かなり苦労をした女性であり、そこから生まれた謙虚さや他人をいたわる気持ちが身についていたのではないかと思います。だからこそライバルである孫弘の張飛にも慕われ、天寿を全うしたのではないでしょうか。